釣れるじゃん。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は焼津方面で海釣りをしてきましたので、その動画をご覧ください。まずはヒロの海岸公園というところでやってきました。早速クサフグが釣れました。使っているタックルなんですが、宇崎日進さんの 7.2 メートルのメバル竿になります。硬さは高校長と固めになります。軽いのですごくね気に入っております。で、道糸はクロロカーボンの2号ですね。約8ポンド程度なんですが、そちらを使って道糸にしております。で、ハリスは6ポンドのハリスを使っております。クロロカーボンです。で、針はオキアミ用のジグ針を使っております。針のサイズは4号となります。餌はマリキューさんのスーパーハード L サイズのオキアミを使っております。多少ですね、流れがありましたので、ガン玉を針からですね、20センチ程度のところに B 号のガン玉を打っております。この日は炎天下でとても日差しが強くてですね、もう体が真っ赤になるぐらい日焼けをしてしまいました。このように仕掛けを真下に落とすだけです。炎天下でですね、風もあまりないので、ものすごく暑いです。こちらですね、隣にフィッシューナとかというですね、名前の海洋施設があります。そちらのね、隣の海釣り場ですね、そちらの方で釣っております。またまたね、何か魚が釣れたんですが、どんな魚かよくわからないんですけど、お分かりの方がもしいらっしゃったら、コメント欄の方にぜひですね、書き込みお願いいたします。ウェブで調べても、なかなか同じ魚種がですね、検索しきれなくて、結局、動画編集しているこの時もですね、全然わからなくて、もうお手上げ状態だったので、何かの幼魚なのかもしれませんね。この日は本当魚影も結構濃かったので、すぐですね、オキアミが針から取られて引きちぎられてですね、針掛かりすることなく餌が取られるっていうことがね、延々とね続きました。で、ここはですね、ご覧の通り足元がコンクリートの堤防みたいので護岸工事がされていて、もうファミリーさんとかですね、でも安心して柵がありますので、
安心して釣りを楽しむことができるようになっております。ところどころですね、こう画面左の方に見えますが、はしごが設置されております。必ずですね、ライフジャケットの方の着用はお願いいたします。しかし南側ということもありまして、太陽をですね、もろかぶります、光をかぶりますので、日焼けと暑さ対策はですね、していかなければ、ちょっと後でひどいことになりそうだなっていうふうには思いました。日差しを遮るものが一切ないので、それこそですね、炎天下ですと熱中症になってしまう恐れがあります。駐車場はこれを撮影している真裏のところですねに駐車場が完備されておりますので、とてもですね、おすすめになるかなと思います。ですがトイレがですね、見当たらなかったんですね。トイレ施設っぽいのがあったんですが、なんか開いていなくて、シャッターみたいのがかかってて、24時間使えるトイレとかっていうわけでもなさそうでした。なのでトイレはどこかでまたベッドですね、済ましておくというのが必要なのかなと思いました。なんか公園みたいになっておりまして、ファミリー向けになっているのかなと思いました。しかし暑いです、とっても暑いです。画面ご覧の通りですね、日差しがですね、いよいよこのようにね、ギラギラと私をですね、照らして、たちまちゆでだこ状態の体になってしまうということがですね、容易に想像できますよね。もう餌がですね、すぐなくなってしまいます。当たりがあるかないかわからないぐらいの微妙なですね、こうつつかれ方をしてるみたいで、ちょっといろいろオキアミをつける工夫もしたんですが、まあそれもかなわずですね、いとも簡単に餌を取られます。集団でこう付き合うような感じなんですかね。ちょっと今からポイントを変えてですね、五感の方に、五感ギレギレスレスレのところをね、狙っていきます。テトラポットの近くにですね、仕掛けを投入すると最悪寝がかってしまうんですよね。でこの日もですね、2回ほど寝がかりしましたが、まあ引っ張ってですね、なんとか寝がかりを回避したことにはなりましたけど、それでもですね、寝がかるんですよね。魚が針をくわえたまま、餌をくわえたままですね、多分テトラポットの中の方にこう潜っていってしまうんですよね。ですので竿でこう煽った時に引っかかってしまうんですね。ちょっとね、カメラがジャケットの周りにまとわりついてしまいました。さあ、僕がいつもね、実践してる付け方なんですけども、このように逆エビ反りをするような感じで、そうすると足がですね、ひらひらと舞うような感じで
演出できて、とてもですね、魚のね、反応がいいんですよね。なので、まあ、このような付け方が、やっぱりあるんですよね。ですけど、こちらのデメリットは、としては、やっぱり餌がね、取られやすいですよね。結局、柔らかいところから柔らかいところに抜くような付け方なので、やはりですね、物理的に、まあ、強度が弱いという形になります。ね、当たりはあるんですけど、やっぱりね、取られちゃうんですよね。もう最悪ですね。ほんと、釣ろうと思ったら、針をですね、もう、ワンサイズ、ツーサイズ、小さくしてですね、やれば、多少、かかりが良くなるのかなっていう感じはします。まあ、そのぐらいですね、その先ほどの釣れた魚たちのように、小さい魚が多いのかなと思います。本当はですね、クロダイかなんかがね、キビレかなんかがね、釣れてくれるといいなと思ってやってるんですけど、なかなかね、そういうわけにはいかなかったですね。今度はね、2匹、連掛けします。2匹掛けです。これでちょっとね、反応を見てみたいと思います。よいしょっと。下に垂らすだけです。まあ、延べ竿なので、もう、糸のね、ラインの長さが、まあ、決まってしまっているので、遠くにはね、仕掛けをね、投入することができません。なので、おのずと、真下付近になります。これをね、動画撮影してるときに、潮がどんどん引いてくんですよね。あんまりよくわからなかったんですが、もう沖合の方に見えるテトラポッドの水深がですね、どんどん下がっていくのが、目に見えてわかったので、今はね、完全な下げ潮になっております。なのでね、いよいよね、魚があまり、まあ、寄りつかない時間帯に突入していくのかなと思って、そろそろですね、場所の移動をですね、考えて、ちょっとそのあたりも加味しながらですね、餌を投入していこうと思っております。さあ、今度の餌付けはですね、頭の部分を取って、硬いところから胴体から入れてですね、尻尾の先っぽの方の硬いところで針を抜くような感じ。いつも私が玉の子でやってる餌の付け方と同じ付け方をしてみました。これでどうでしょうかということですが、こちらのメリットは、餌が取られにくいっていうのがあります。ただ、食わせる、そのアピールっていうのには弱いと。弱い。アピールは弱い。ですので、ピン打ちするときですね、ここに魚がいるからっていうことで投入するような仕掛け、付け方ってね、餌の付け方に、としてですね、使い分けております。それにしてもですね、暑いです。もう手首がね、ぶら下がってるぐらいの感じの暑さです。ガラッとしてますね。そのぐらい暑くて、周りに人が全くいませんでした。時間的にですもね、まあ朝方だったんですけども、まあまあ、日も昇ってきてですね、もう皆さんね、朝ごはんを食べ終わってね、活動されるそんな時間帯になってきてもいるんですが、誰一人としてですね、
こちらの方に、まあ、近づいてくる方ももちろんおられる方も全くって言っているほどおりませんでした。さっきの餌もですね、なんか取られてしまいました。さあ、やっぱり食わせのね、力がパワーがある付け方に変えてですね、またチャレンジしております。微妙にですね、わかりますかね、潮がね引いてるんですよね。手前のテトラポッドの水深もですね、だいぶ浅くなってきて、もうちょっとしたらテトラポッドが顔を出す、潮から顔を出すような、そんな感じの微妙なですね水深になっております。だいぶね、来た時よりも潮がね引いているのがお分かりになるかと思います。それにしても暑くて風がないので、本当釣りをするのはですね、まあ、暑さ対策さえなんとかなれば本当快適なんですけどね、こういう延べ竿の釣りっていうのはあまり風があると釣りにならなかったりしますので、しかしですね、暑すぎですね。この日もですね、35度前後の最高気温だった日だったんですよね。なのでね、画面ではちょっと分かりづらいですが、僕の手はですね、真っ赤っかになっております。本当はゆでたこですよね、ゆでたタコのあの色をねしております。腕時計の跡がですね、くっきりとね浮かび上がってくるぐらいの、そんな白と赤っていう感じですかね。非常にコントラストがね出ているような焼き方をしてしまいました。やっぱりですね、なんか取られてるんですよね。やっぱり針が大きいっていうのがあるんですかね。これ以上ですね、小さい針を持ってきてないので、もうこのままですね、また奇跡的に釣れることを願ってですね、ひたすら餌をつけては取られ、餌をつけては取られの繰り返しを延々とこの場所でしておりました。餌の付け方をですね、ちょこちょこ変えまして、まあ、真下にですね、魚はね、結構いるんですよね。この時気づかなかったんですけど、偏光サングラスをかけていたもんですから、これほどまでね、ギラギラしてるっていうことはね、ちょっと感じなかったですね。ただただ暑いっていうことは感じておりましたけど、日差しが眩しいって暑いっていうのは感じておりましたけど、これほどですね、水面がギラギラしてるようにはね、この撮影してる時には全然感じなかったですね。後で動画を見てびっくりしました。こんなにギラギラしてたんですね。もし裸眼でサングラスをかけずに釣りをやってたら、多分目がですね、もう痛くなってたんじゃないかなと思います。それぐらいですね、日差しがきつかったですね。なのでですね、場所をね、変えて、今度はですね、焼津の漁港の方にね、行ってみたいなと思って、いろいろ検索してたんですが、焼津
の港は釣りができるということで、沼津の方はね、ちょっと釣り禁止のところがほとんどになってしまったんですが、焼津はできるところがまだあるよということで、ちょっとね、後でね、行ってみたいと思います。さあ、そろそろですね、こちらの方は見切りをつけてですね、焼津の方へですね、車を走らせて、で今度もですね、同じような仕掛けで、まあ、堤防があると思いますので、そこの堤防でやってみたいなと思います。まあ、それにしてもですね、暑かったです。ですので、ちょっと休憩して、お昼の休、まあ、お昼を食べてですね、それから、ちょっと涼んで、どちらかで涼んでですね、ちょっとほてった体をですね、ちょっと休めて、涼しくなった上で、また、焼津港に行って、釣りをですね、チャレンジしていきたいと思います。それでは一旦ですね、こちらの釣り場からの中継はこれで終わりにしたいと思います。まあ、片付けをして、焼津方面に向かっていきたいと思います。はい、焼津漁港に移動して釣り開始しております。ここはですね、すごく足場が良くてですね、後ろにトイレがあるんですよね。で、車もですね、横付けができるぐらいのところで、すごくね、快適ですね。太陽もですね、太陽は出てたんですが、厚い雲がありまして、そちらの方で隠れて、まあ、あまりこう、さっきみたいにギラギラとしてないっていうことが伺えると思います。こちらもですね、とても反応が良くてですね、魚影が濃かったので、いろいろね、釣ることができるんじゃないかなと思います。当たりがあるまでひたすら我慢です。ちょうどですね、潮止まりの時間帯になっておりまして、やっぱり潮がね、流れてないので、ちょっとそのあたりね、不利な時間帯っていうこともありますが、そこはさすがの焼津さんですね。魚影がものすごく濃いので、何らかしらね、魚が釣れるんじゃないかなと思って。あ、来ましたよ。やっぱり我慢した甲斐がありましたね。結構引きますね。でしょうか。あ、上がってきました。いや、本命のね、チームですね。
黄色いので、木びれになります。チヌとかも、とも言いますか。木びれですね。がっつりですね、針をね、飲んじゃってますね。やっぱりちょっと待ちすぎましたかね。で、当たりが小さかったので、ちょっとね、動かさなかったんですが、それもあって針が飲まれておりました。さあ次です。次もですね、まあまあの大きさのものがありました。これはですね、大門旗ではないかなと思います。20センチをね超える体長でしたね。そんな今度はですね、今回は日焼けしたけど焼津の旅行はすごかったというそんな動画でした。またよろしければご視聴ください。ご視聴ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。それではバイバーイ。